久しぶりです。あの例の支部立ち上げのための即会にわざわざ出ましていただきましてありがとうございました。大渋滞だったよ周り。すいませんお周りさんが多すぎると言って麻生先生も怒ってました。まあしかしあれで一つの区切りで次のステップ向けてまた動けるようになりましたん で、僕は当日申し上げた通り松本潤のいない永田町はつまんない一日も早く帰ってきてくれ とこんな思いです。ありがたいことでございます。それで、地元今一生懸命走り回ってるんですが、もう統一地方選もう一色ですよね。僕の選挙区っていうのは横浜市の中区、磯子区、金沢区、まあ、海沿いの3つの区なんですが、県会議員が1人ずつ、市会議員が2人ずつ、合計9名が準備を今してますけども、それはやはり党の支持率やらいろいろ心配しながらですね、必死で、まあ、地元の最も身近な選挙ですから、まあ、日頃の今までのお付き合いというのが結果になって出るんだと思いますが、党本部としてですね、この統一地方選挙にどういったことを期待しているのか、でどういう政策方向性というものをに取り組んでいったらいいのか、はい、ヒントをいただけたらいいなと思っています。まあ、松本先生ご案内の通り、我が党はね、国政そして都道府県の議員、市町村の議員、すなわちその、政策を国から地方まで一気通貫で貫いて共有できるのが自民党の最大の強みであり、また使命だと思ってます。国会議員だけ数名いるという政党は世の中にありますけれど、その人たちが地方議員の皆さんとですね、同じ思いで綱を引っ張ることってできないと思うんですけど、我々は自民党はそれができる唯一の政党だと思ってます。そういう意味ではこの地方選挙っていうのは我が党にとってもすごく大事な選挙でありまして、公認推薦すべての当選に向けてすべての国会議員がですね、日本中を駆け回る覚悟で今準備をしてます。でその中でやっぱり今少子化にしてもそうですし、経済にしてもそうですし、これ国で政策を作ったからといって直ちに結果が出る内容ばっかりじゃありません。地方の人たちと協力して初めて成果を出すことができると思ってまして、そういう意味では政策実現のためのパートナーが我々の県議会議員であり市議会議員であると思っております。この前も国会で少子化の問題いろいろ議論してましてね、確かに所得制限撤廃というのは一つのアイデアなんだけど、 4% の富裕層の人たちの所得制限外すだけで1500億かかるんですよ。でそれはそれで一つの考え方なんだけど、例えば私が提案してるのは、今若い人たちは住むところにすごく困るわけですね。最初の結婚して最初の家で、これをですね、公営住宅が横浜もきっとそうだと思うんですけど、全国で20万戸余ってるんですね。でそれは今の所得制限のルールでいくと、若い夫婦が合算するとちょっとオーバーしちゃうから入れなかったりするんですけど、ちょっとオーバーした2人が一緒に生活し始めると、子供が生まれればどちらかが仕事休むことになって、一時的には収入が減るわけじゃないですか。ですからこの新婚カップルの家庭だったらね、期限を切って10年間とか横浜市あるいは神奈川県の公営住宅を貸してあげたらどうかなって、こんなことも今提案をしてます。あるいはコロナを経験して、やっぱり必要な人、必要なもの、これを国が国家戦略で育てていくってことを考えなきゃいけないと思ってまして、特に先生も関係している医療関係で言うならば、まあ、お医者さんって毎年国家資格があって人数はどんどん膨れ上がってるんだけど、でも医師不足ってなぜ言われるかって言ったら、診療科目に偏りが出ちゃってる、あるいは、働く場所に偏在値が偏っちゃってるんで、そういうのを整理するために奨学金とうまく組み合わせて、やっぱり横浜に今必要なドクターを国と一緒になってどうやって育てていくか、救急救命なんていうのは絶対的に横浜ではまだ十分じゃないと思うんですね。ですから、志のある若い人たちを奨学金で育て上げて、一定期間を不足をする行政的医療で働いてもらうような政策、これを県議会や市議会の人たちと一緒になってやりたいなと思ってまして、この選挙を通じてそんなことを全国に訴えていきたいなと思ってます。なるほど。やはり地域の市会県会の先生方から生の声をこう上げてもらうということがまず大事ですね。連携を取って、しかも責任政党たる自民党が、地域の政治も秩序を維持し続けるという、その大変大きな仕事になると思うんですけども、はい、
私は残念ながらまだ全面に立てないとこですが、援護射撃の中でそういった体制がしっかり作れるように、まあ、特にね、今私町議会の候補者の皆さんにちょっとご迷惑かけちゃってるのは、防衛費をしっかり確保しようってことまでは多分国民の多くがご理解いただいてるんですけれど、まあ、その将来足らなくなるかもしれない部分は増税でお願いしたいっていうのを、まあ、岸田総理は前もって説明したんですね。前もって説明したっていうのはある意味正直で、もしかしたら誠実な姿勢に思えるかもしれないんだけど、今その結果防衛費の増大を望む声が少ししぼんできちゃってることをすごく残念に思ってます。で、私たちは最終的にきちんと精査をして積み上げて、その上でどうしても足りないということが見えた段階では国民の皆さんに胸襟を開いてお願いをしなきゃいけないと思ってるんですけど、今まだその時期じゃないと思ってまして、まずはどういう構えをするのか、皆さんの生命財産を守るために国はどういう安全保障の費用を増やして何を用意してくれるのか、なるほどこういうことで我々の暮らしは安心できたなと思った時に初めてお願いできるんじゃないかと思ってるんで、まあ、なんかこの選挙でね、増税自民党みたいに言われるのはちょっと地方の皆さんに申し訳ないなと思ってますんで、ここは今我々しっかりですね、中身を精査したいなと思ってます。今度のテーマ、キャッチコピーのようなイメージではどんな、どうなんだろう、候補でいろいろ考えてるみたいですけど、政調としてはとにかく政策を貫くってことですよね。国から地方に貫く。なるほど、はい。いや、私もですね、政調会長代理をやらせていただいたときに、何回か統一地方選、参議院選、衆議院選、それぞれ公約を作る、そんなお手伝いをさせていただいたんですが、はい、中央からもなるほどと、分かりやすいそのテーマを出していただけると戦いやすいということになってくると思います。はい、まあ、横浜なんかは観光という要素もありますからね、これ仮にコロナがですね、今少し落ち着いてますけれど、でもやっぱりいろんな知見を積み重ねて経験も積んできたんで、直ちに外国人観光客の入国を止めるっていう安易な方法じゃなくて、経済を回しながらやっぱりコロナと付き合っていかなきゃならないと思うんで、こんなことも地方の皆さんと同じ価値観、同じ方向を向いて頑張りたいなと思います。はい、それでは最後に頑張ろうでカメラ目線で頑張ろう